準決勝第2試合、北京の100キロを超えるクラスの日本代表をめぐって大切な試合です。こちら一歩も二歩もリードしている宗田康幸、そして赤い帯は石井聡。篠原さん、この両者の戦いのポイントはどこでしょうか。これも喧嘩やつなのでやっぱり引き手ですね。引き手、はい、さあ組み合いました。多分石井は組まさないですね、宗田には。はい、今のような感じで動いて動いて、出てきたところを耐え落とし、はい、から展開になると思います。逆に宗田はしっかり捕まえて技を出したい。はい、先ほどは技あり、正田の谷落としで技ありを取られた後、しかし得意の支え釣り込み足で一本勝ち、逆転でこの準決勝に進んできた宗田。最初の40秒、両者ポイントはありません。石井が組際のお家を狙ってきましたが、まだ間合いは遠く。石井は宗田を投げれると思ってくると思わないんですね。ですから技の掛け数で勝とうと、はい、というような試合の展開になると思いますね。逆に宗田は捕まえて綺麗に技をかけたい、はい、さあ今両者ともに両手組み合っていますが、これは内股に行く。あっと今ちょっと手首が決まったようになりましたか。肘ですね。肘ですね。今石井が内股に行ったんですが、まあでも大丈夫です。宗田はもうそっちこんな感じなんで、はい、はい、宗田がちょっと立てなくなっていますが、今の場面です。これちょっと内に入ったんですね。あ、そうですね、はい、脇にこう入るような形で、はい、さあちょっと右肘痛そうな宗田。あ、早速ここで強引的指導が来ました。1分12秒経過のところで宗田に教育的指導。今も確かに不十分な形で石井が内股に行きました。あ、しかし長いリーチを生かして石井の襟を取ろうという宗田です。170センチの身長しかない宗田ですけれども、リーチはあるんですよね、はい、石井の奥襟をつかみました。あ、そして襟を、いや右手で袖を取ろうというところ、これは石井が嫌いました。やっぱこの辺は徹底してくると思いますね、石井は。はい、だから持たさないと思います。大内刈り、これは宗田が余裕を持って受けています。場内ものすごい声がかかっています。さあ再釣り込み足、グラスク石井得意技、さすがの石井も今はぐらつきました。さあまず石井が釣り手引き手、宗田は、はい、結構落ち着いてこう構えてますよね。そうですね、あまりガツガツこの襟を取りに行こう、袖を取りに行こうという姿勢は見せません。やっぱり前に圧をかけていくとですね、はい、体落としとか、はい、いうふうに、かけてくるので、はい、宗田も分かってるかと思います。なるほど、はい、ここは不用意には前に出ていきません、はい、さあとりあえず両手で相手の襟を取った宗田です。待てがかかりました。まもなく試合時間が半ば、2分55秒というところで両者に来ましたが、石井には教育的指導、宗田には指導です。次に反則がありますと宗田の方には注意ということになります。さあ試合時間は半ばを過ぎました。まあ、ここまではですから石井としては計算通りというですね、はい、あ、前に出る。あ、しかしまあ もう時間も半分過ぎましたから、はい、ここから宗田が前に出てくると思いますね、石井はそれをどうさばいていくか。さあ袖を取った、それを嫌がる石井。
これで襟を取ると宗田ですね、はい、宗田の組ですね、はい、今は宗田。さあ石井はここで何を考えているか、宗田の技を待っているのか。ここは宗田仕掛けないとダメですね。そうですね、はい、せっかくいい組手です。いやしかし不気味です。石井体落としに行きましたがダメ。寝技は石井は非常に強いものを持っていますが、あ残り2分を切りました。なかなか宗田も技が出せません。決勝進出をかけた試合、あ頭を下げさせる、それは無理。あ石井がちょっとここは逃げ腰です。宗田が、あしかし石井が逆に襟を取って、残り1分半になります。両者まだポイントはありません。反則は宗田に指導、石井に教育的指導。残り1分20、大内刈りに行く。さあ宗田残り1分10を切りました。あこれはしかし審判も難しいですね。宗田ちょっと出ないとダメですね。そうですね、はい、ちょっと技が少ない宗田。やっぱり石井はこれ計算しますから、はいはい、あこれで両者に来ると今度は注意ということになってしまいます。宗田あこれは3人が集まります審判団。これはもう石井はもう間違いなく計算して、はい、今のような形を取ってますから、これで消極的ということで指導が来るとはっきりとポイントの上で差がつきます。まず石井に指導、あやはり宗田に来ます注意。残り55秒、宗田はもう前に出るしかないですね。はい出るしかありません。さあ強引に前に出るところ、今度は石井が何を仕掛けてくるか。さあ宗田残りは40秒。さあ宗田技が出ない。決勝進出をかけてまだ優勝のない宗田、時間はありません。20秒、あーっと内股すかす。しかしポイントにはならない。残り15、まだ時計は止まらない。石井はこのまま終われば石井が決勝進出。残り7秒、時間が過ぎていきます。残り2秒で待て。内股に行きましたがすかされた宗田、このままでは石井の決勝進出。ブザー、石井聡が決勝進出です。これで先輩の鈴木圭司選手と3年続けての決勝での対戦ということになりました。ちょっと試合展開からすると面白くなかったですね。そうですね、はい、まあ技の掛け合いのあったその準々決勝からするとやはり石井がこの強豪の宗田に対してもう計算づくのこの試合運び、はい、やっぱり石は石で計算して面白くない試合をしましたし、はい、逆に宗田はですね、ちょっと様子を見すぎて、10分ぐらい どっちかがやっぱり代表になるということで、そうですね、ちょっと残念な、試合でした。まあ、ただ石井の場合には選抜体重別にも出なかったということもありますし、非常にこの宗田に対して内容で上回らないとというところだったんですが、そう